特にね、いろいろあったからねこの世の中おかしかったからでまで、あ、こういう感じですね、うん、でこれねここの切り替えで、えー、まあうちなんか慣れてないからここの,し、ね、あの切り替えでスクリーンで、えー、オートにオートはオートだったらでも撮れますよ、うん、もう遠いものから近いものまでね、えー、レンズがピンポイントでありますね で、これやったかなこれやったら早く連写が取れるのかなね全部は使い切れてないっていうのがね、私の、一応本買ったんだけどね、うん、難しいよね、一眼レフトにね。で、これがマニュアルモード。うん。まあ、私はほとんどんこれを使ったね、昔は。うん、YouTube にもあげ、あれはない、ブログに上げてあるんだけど、ちょっとね、やってますよ。うん、でね、これ買ったの2016ぐらいだったと思うね。はい。 で本当はねあののニコンととか i の方がいいが思うなんでかというとダブルレンズついてるんですよこっちはねあの標準レンズしかついてなかったんですよ昔買った時ね、えー、これこれがついてただけですよ、うん、これねこうしてね回すとねこうやって広がるんですよね、まあ、私の手がこうしてこうして広がってまあ大体ズームするとここまでいくっていう感じですね、うん、18 135ミミリリから ままででは撮れすすよっていうね標準レンズですもう僕は力りなんで標準ほかの人はねみんなすごいよねあの望遠レンズとかすごいのよねもうバズーカみたいな持ってる人いるよねすごいなってあれで鳥とか撮ったらいいんだろうね、うん、望遠レンズで撮ってるんでしょうね、まあ、あの水滴とか撮る時きやっぱ単焦点の方がいいだろうしね、うん、私標準レンズしか持っていないはっきり言うね。うん だから本当一眼レフってお金は結構かかるなと思ってはいるけど、まあ、最初は、ね、ニコンとかのほういかもキャンドルとかねこれほら1個しか付いてなかったから、うん、でねこれね私商品券で買ったの安く買えるためにね2万ぐらい安く買ったんですよまい、あ、えばあの。商品券ねこう金券ショップで買い集めるんですよそしたら2万ぐらい安く買えるんですよ。 金券ショップで買うとさ500円ぐらい下がってああ下がってね買えるんです今持ってるかなその当時は商品券結構ね売れ残ってたんですよ、うん、で買ったんですねまあ値下げ交渉したけどダメだったねその量販店で買ったもんだからその当時はねそしたら値下げ交渉したけど全然ダメだったね私のわ、うん、口の技じゃうまくいかなかったね 冷蔵庫はねうまくいったんだけどね冷蔵庫はね一応見比べてね56万安くしてもらったんだよね、えー、これ口の技がいるんよあのまあだけそれ失敗するとうまくいかないね値下げしてもらえない、うん、で HIDIMI の端子があってですねまあここでメニューで選べるというシステムの 一眼レフ私が持ってるのはねもうこれはもう,もう9年ぐらいあるんじゃないかねでここここはねフラッシュですねまあこう押せば出てくるて、ね、今までバッテリーがないんですよ入れてないんですよねけるとあのしばらく使ってなかったんですようんな感じね一 4K カメラもあってねあれもや値、ね、下げしても買ったんだけどねあれも全然いろんなことあってかっ使ってない <laughs> 最初だけやと使ったのはねうんなんもんですよでここにね あのほこりがね入ったらあのあれなんですよあのカビが入ったらねあれだからそううんこうやってねまあちょっとほくついてなきゃいけないなまあこういう感じですようんまあこれが届いてよかったなっていう動画でしたねショート動画っていうかね <laughs> ライブ配信っていうかねネットで買った安かったのキャップがね500円ぐらいだったかなね あとポイントがつくから、うん、それで買ったっていう感じですね、はっきり言うとね、うん。で、これをね、こうして、閉じると、うん、もう、ゴミが入らないね。絶対ここはさってでけないよね。あの、端子だから。な、うんか、まあ、便利よね。あの、すごく、こう、 ここでねここを回すとあの絞り絞りっていうか何ていうかレンズのこう焦点を合わせる場所ね、えー、でまあここのここ半押しするとあの焦点が混ざってでここピッと押すと写真が撮れるってシステムなんですよだけどねお金あのあれミラーレスでほうがいいってい人もいてるしねうんあのミラ,ミラーレスだったらあの その中にレンズが入ってないからかの軽い